おはようございます。いきます。練習行きます。午後の練習行きます。今日は9時からと15時からの2部練なんですけど、今週から下増田運動場の利用ができなくなるということで、午前中クラブハウスでチームで筋トレして軽く運動した後、午後は前橋総合運動公園の方にで練習します。午前の練習後クラブハウスで昼食とってシャワー浴びて時間リラックスして、で今前橋総合運動公園に向かってます。行きます。練習終了しました。帰ります。今日は外に行かずにここで夜活します。ちょっといろいろやりたい作業が複数あるんで、ここでの方が都合がいいんで、今選手会の弁護士の方との電話が終わりました。来週 JPF 総会、全国各クラブの大議員が集まって、選手会の運営の予算案等の決議があるので、それの打ち合わせという感じで電話してました。今日はこのまま夜活を続けます。寝ます。今日めちゃくちゃいいことあって、ブログで手紙っていうタイトルのブログを今日リリースして、自動投稿なんで、今日リリースされたんですけど、そんな日に本当にたまたま友達から手紙届いて、でその手紙もなんかこういうことがあってとか、こういうイベントあっての案内とか、こういうことあるからこういうのちょっとやってほしいんだけどみたいな、そういう特別な目的があってとかではなくて、ただ本当にただ元気かなと思いました。近況報告こんなです、お互い頑張りましょうみたいな、そういう手紙が本当にたまたま今日届いて、いやもう本当にいい日だなって、いい日だなと思ったし、すごいいい友達に恵まれてるなって思いました。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。行きます。練習行きます。練習終了しました。雨の中公開練習来てくださった皆様ありがとうございます。帰ります。20分パワーアップします。おやすみなさい。お出かけします。まずは髪の毛を切りに行きます。髪の毛切り終わりました。今からベイシアスポーツクラブの方に行って筋トレをします。今日髪を切ったところはいつもと違って1100円じゃなかったですね。ちょっと1100円以上のところで髪切りました。予約なしで行けるような感じのところではあるんですけど、1000円カットではないところで髪を切りました。シャンプーがついてました。ありがとうございます。だいぶ丁寧にやっていただきました。今日は16時20分から英会話があるんで、それまでに筋トレのやりたいメニューを消化して英会話に向かう感じです。いきます。筋トレ終了しました。ナイスです。今から英会話行きます。英会話終了しました。英会話の後ちょっと同じ建物に入ってる100均によってました。帰ります。いただきます。いただきます。寝ます。夕食後は外が大雨だったんで、今日は寮の中で夜活しようと思って夜活しました。大学の後輩が7000文字近くに及ぶ人生相談を、もはや人生相談という名の小説を送ってきてくれて、それの感想文を書いて終わってしまいました。最近スマホの代わりにメモ帳を持つっていう動画を YouTube で見て、今実践してみてるんです。スマホの代わりにメモ帳を持って、誰かに連絡する時とかは別ですよ。スマホ使わなきゃいけないんですけど、今 SNS アプリとしては携帯に入ってなくてパソコンでやってるんですけど、でも調べ物とかも基本パソコンでやるようにして、なんかこう暇で無意識にこうスマホを持とうとした瞬間にこうメモ帳を出して何かしらをメモる、何かしらを書くっていう、それやってるからか夜活中の集中力もだいぶいいですね。まあ今始めたばっかなんでっていうのもあるんですけど、スマホに対する意識がちょっとずつ低くできてるかなっていう気もします。なんかこれといって話すことがない一日でしたけど、髪切ったぐらいか。いい一日でした。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習行きます。練習終了しました。帰ります。20分パイナップル入れます。おやすみなさい。昨日の18時に5分トーク、雨の日と親の教えっていう内容がリリースされたんですけど、いろんなコメントをいただいて、すごい面白いなと思ったのと、あといつも監督見てくださってるんですけど、マネージャーの方も5分トークは良かったねって言ってくださって、あの5分トークにメッセージ性みたいなものは持たせる意図はあんまなかったんですけど、雑談っていう回だったんです。親の話をして面白いって言ってもらえるのはすごく嬉しいですね。そうなんですよ。自分は親が本当に偉大な親で、偉大な親に育ててもらい、ここまで来れました。こればっかりはね、誰に何て言われようとも胸張って言いますね。昼活行きます。何色なのちなみに、ね。グレー。グレーなんだ。グレーね、それ。茶色じゃない。グレーって灰色ってことだよね。それも茶色ですね、今のところ。買い物がてら散歩に行きます。寝ます。昨日紹介したスマホの代わりにメモ帳を持つっていうのを実際どんな感じかっていうと、例えばご飯食べ終わって一息ついて、ちょっと携帯いじっちゃおうかなって時にメモ帳を出して、実際書くことがなかったら書くことがないんで、このメモ帳とペンは意味をなさないんですけど、書くことがないのにメモ帳とペンを出すと、このメモ帳とペンを置いて皿洗いを始めるんですよ。で、書くことがあれば書きますし、書くことがなかったら結局やることないんで次の行動に移る。そんな感じでメモ帳とペンを使ってます。で、大体スマホを使いたいなって思う時は暇な時なんでメモ帳出して、メモ帳に書くことないから次の行動を移す。で、たまに調べ物したいなとかいう時もあると思うんですけど、その時はその調べたい内容をメモ帳に書いておいて、帰ってきてからパソコンで調べたりします。そうすることでスマホと触れる時間を減らして、やってみてですけどスマホ持たないだけで、ちょっと集中してるなっていう感覚はあります。もう少し継続してやってみようと思います。動画的にはあんまなかった、見どころなかったかもしれないですけど、すごく充実した一日でした。寝ます。おやすみなさい。